どうもみなさんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。言う世界、やっていくわ。今回は何をするんだぜ。今回は紅葉を進めたいから洞窟探索に行こうと思うんだけど、その前に、裏作業でやったことがあるから紹介するわ。はい、大規模な畑を作ってこの範囲全部自動で植えれるようになりました。これでこの動画も完全に紅葉この程度で紅葉動画とか言い出したらチャンネル消すからな。でもこれ紅葉の力だし、どう考えても紅葉動画でしょ。植えれるだけだったらもはや手動でいいんだよな。まあ確かにそうね。じゃあ今回は自動で回収できる機械作ろうか。でもその機械作るのに確か金がいるから、何にせよ洞窟探索は必須ね。ブランチマイニングはしないのか。ファーストダイヤは洞窟で見つけたいし、まだやらないわ。なるほどな。じゃあ早速洞窟に行くか。その前に今回持っていく食料を作るわ。何でもいいから果物2個とまな板で。フルーツサラダの完成。フルーツサラダは空腹度回復1しかないけど、量産化しやすくて最初のうちはおすすめにゃん。じゃあ準備万端だし洞窟行くか。洞窟にはこのあらかじめ真下掘りしておいたとこから行くわ。まあここ島だし、こんぐらいでもしねえと洞窟見つからねえか。今 BGM と着水の音のタイミングいい感じだった。これは強運いいわね。どんな運試し方法だよ。マップを見た感じこっちに掘ればいいかな。明るい場所はわかるおかげで洞窟の位置がわかるな。おっと、ディブオールオンになってたわね。結構驚いたわ。というかなんでお前松明14個しか持ってきてないんだよ。あ、すっかり松明のこと頭から抜けてたわ。はしご登るのめんどくさいな。まあ自業自得だな。よし、戻ってきたんだけど、なんか、変な音しない？確かになんかうなり声的なの聞こえるな。うわ、急に出てこないでよ、びっくりするな。実は10秒前ぐらいの画面の右上に映ってたぜ。その時に教えてくれればよかったのに。いやだってプレイしてるの一人だし。ああ、何も聞こえない。霊夢、いきなりどうしたんだぜ、大声出して。なんでもな、ダイヤだー。それとこの洞窟結構広めだー。敵だー。あ、明らかにやべえやつ来たぞ。とりあえずスモークボムで動きを止めるわ。あ、スケルトン。詰将棋みたいな倒され方したにょんね。どこにいたのあいつ。とりあえずスモークボムだけ登録した杖作って持ってきたわ。さっきのサメのバケモンはいなくなってるみたいだな。いや待って、スケルトンが私の防具着てるんだけど。あれ取り返すの苦労し。はいはい、スケルトン。バッサリカットしたな。まあ所詮は普通のスケルトンだから仕方ないね。周りも制圧したし、お待ちかねのダイヤ採取よ。これもしかして1個しかないパターンか。いや、奥にも2個あったわ。多分合計3個かな。そうみたいだな。でもこれでダイヤツルハシだけなら作れるぜ。でもロストしないようにしないとな。だがってすぐのダイヤはありがたいな。そうね。ってあれ？あいえいえ、忍者なんで？近づいたら姿出すとかじゃなくずっと隠れてるのか。スケルトンが剣持っちゃったらもはやスケルトンじゃなくていいような。なかなか進んできたわね。今なんか左上にいなかったか。あ、ほんとだ。このモブは世界リア、遠距離と近距離で攻撃パターンの変わる厄介なモブだにょん。この爆破攻撃は遠距離用ってことか。おっと、剣に切り替えたわね。これが近接パターンかな。遠距離攻撃は結構ダメージでかかったし、近距離戦に持ち込んだ方がこいつは戦いやすいかもな。さてさて、肝心のドロップアイテムは？魚。説明読んだ感じただの燃料っぽいな。いや、これ多分食べたら水中呼吸つくんじゃないかな。お、そしてこの鉱石はなんだ？これはソームクラフトで追加されてる、こっちの世界でもネザークオーツが手に入る救済的な鉱石ね。だがこっちの世界の洞窟も十分きついし、あんま救済じゃねえな。おっと、また新しい洞窟に繋がったわね。モブは見た感じ4体いるな。そのうち2体がクリーパーの足出し気をつけないと。まああえて爆発させて効果確認してみたい感じもあるがな。そうだけど今の防具じゃそんな余裕ないかな。あ、今の攻撃この中立モブに当たっちゃったかも。範囲攻撃の欠点だよな。そうね。まあ悪意あったわけじゃないから、マーメイドも許してくれるでしょ。でも今お前明らかに殴ったよな。痛い、6.5 ダメージも入るんだけど。これどうするんだ。こいつ倒さねえとこっち行けねえぞ。まあ任せてほしいわ。俺の勝ち。中立モブにここまでするとか引くぜ。向こうから私の範囲攻撃に当たりに来たからね。仕方ないね。
そして帰ってきたんだけど肝心のクラフトするところを録画し忘れるっていう。なんで一番大事なとこでミスるの。まあレシピはこんな感じで全部紹介したことあるものだから許して。おら鉄のクワの紹介しろよ。そういうのは業務の仕事だから。まあこれでついに収穫まで自動化できるってわけだな。ちなみに効果範囲拡張のアドオンっていうアイテムはこうやって作ったわ。アドオンにはいろいろ種類があって素材に応じて拡張される範囲が大きくなる感じだにょん。入れるとこはこの機械の右にある水色のところだにょん。お、しっかりとちょうどいい範囲になってるわね。よし、電力も送ったしこれで動いてくれるはず。お、今収穫されてなかったか。おーおー、これでも十分に地位、嬉しいわね。なんだこの紫のゲージ。これはおでいで、このゲージがマックスになったらなんか大変なことになるんだにょん。なんか大変なこと？まあだから早めにそれを処理できる機械を作るべきだにょんね。というわけで全国のおでいに悩まされてる奥様方必見のレシピを紹介するわ。そんな奥様そうそういねえよ。どの家庭にもよくあるものだけでできるから安心よ。マシンコアを真ん中、それを挟むようにかまど、そして鉄と金の歯車を下に置いて、さらに上にバケツとプラスチックで完成よ。ほらとっととお前の家から金の歯車探してこいよ。あいにく今友達に貸し出してるから無理ね。まあ何にせよこれでおでいを処理して代わりにソウルサンドとか砂とかが手に入るわ。赤い砂は地味にレアだしありがたいな。なんか変なチャット来たぞ。ブラッドムーンが登ってくるってことにょんね。ああ、このモッドの存在完璧に忘れてたわ。これはどういうモッドなんだ。まあまずあんな感じに月が赤くなってベッドで寝ようとすると、寝るには十分の疲れを感じてないって言われるわ。まあそんだけだったら大して問題なさそうだな。あと一番の特徴がこんな感じに敵が大量に湧くことね。うわぁ、こやすげえな。まあ私たちの拠点は完全に制圧してある孤島だからダメージ少ないけど、このモッド前ゲリラ入ってるマルチでやったらサーバー落ちたわ。まあ詰まるところ簡易地獄製造機ね。この画面に映ってるだけでもエグい数いるな。数だけだったらゲリラ世界のエンドよりいるんじゃないかな。なんだこの頭おかしいモッド。今回はこの辺りで終わりにするわ。また動画時間短いな。ちょっと今色々忙しいから許してほしいわ。まあ仕方ないか。それじゃいつもの行くぜ。3、2、1。